カール・エミヒス・ツー。大人間は、ロシア皇帝を名乗る、定位請求者。皇帝としては、ニコライ三世。1991年までは、大人間皇領の皇位請求者だった。正教会洗令名は、ニコライ・キリロビチ。父は、大人間皇・エミヒ,ヒキリル。母は、最後のオルデンブルク大公聖師、ニコラウスの娘・アイリーカ。父方の祖母が、 アレクサンドル2世の孫で、亡命主帝位を名乗ったキリル・ウラジー・ミロビチの長女、マリア・キリロブナであり、その孫が、カール・エミヒである。ロシア帝位請求者としては他に、キリル・ウラジー・ミロビチの孫であるマリア・ウラジー・ミロブナ、ロマノバがいる。西ドイツ・バイエルン州のアモールバッハに生まれた。1984年6月8日に、法遠道へ家の系列の高温なマルガリータ本。 ホーエンドエイリンゲンと結婚した。この結婚で長女のツチ,チイリアが生まれたが、マルガリータは1989年に自動車事故で亡くなった。1991年5月24日、ガブリエレ・ティッセンと再婚した。ガブリエレは貴族階級出身ではないため、この結婚によって、カール・エミヒヒは、大人間行為請求権を失い、請求権は、 来人間家の課長くらいと共に弟のアンドレアスに移った。この結婚では次女テレジアが生まれた。ガブリエレトは1998年に離婚した。その後、イザベル・フォン・ウント・ツー・エグロフ・シュタイン伯爵夫人と再々婚を決め、2007年9月8日にアモール・バッハで民事婚を2008年6月7日にパッペンハイムで宗教婚を挙げた。 2010年4月12日に、長男、エミッヒが生まれた。カール・エミッヒは、もともとプロテスタントであるルター派の信徒であったが、2013年6月1日に、妻イザベルと共に、正教会に改修し、ロシア定位継承者であることを宣言した。カール・エミッヒとイザベルは、それぞれニコライ・キリロビチとエカチェリーナフヨードロブナという、正教会洗令名を受けた。この宣言を、 ロシア連邦君主政主義者党が支持している。また2014年3月31日に自身がロシア皇帝ニコライ三世であると正式に表明した。同年にクック諸島にあるミクロネーションのロシア帝国皇帝として擁立された。3番目の妻イーザベルと最初の妻、ホーエンドエイリンゲン皇女マルガリータとの間に一条を設けた。2番目の妻、 ガブリエレ・ティセンとの間に一条を設けた。三番目の妻エグロフ・シュタイン伯爵夫人イザベルとの間に一難を設けた。ありがとうございます。